確かね5万円ぐらい出して買いましたよね、スーツケース。今もあの数千とかで買えるじゃないですか。なんでね、結構ね、カバン持たないで来て帰りにタイで買って帰ったこととかあるんですけど、多分今はね日本のが安いんじゃないですかね、むしろ。ここもなんだろう、マン、ここなんかできたな、できてたけどもう潰れたのか。なんかちょっとショッピングセンターっぽいものが新しくできてましたよね。はい、でこちらがソイ5ですね。ソイ5もね、なんかやっぱり暗いですね。まあ、この建物が今なんか改装中になってるからなのかもしれないですけど、めちゃくちゃ暗さを感じます。でマクドナルドは、通常24時までやってるので、この時間に閉まってるということは、今日はもう閉店したんじゃなくて休業中ということですね。はい、で今ソイ5の手前、右側に黄色いっぽい服を着た、後ろ姿でを見る限りでは綺麗そうなお姉さん、もしくはお姉さんっぽい男性が一人いました。時間はね、今9時を過ぎましたね、9時6分です。今左側におばちゃん、多分そうじゃないかと思うおばちゃんがいます。ただ年齢的に本当にそうなのか分かりませんけど、それでも通用するのがタイなので。はい、水着売ってますね。水着じゃないのかな、下着なのかな。写真撮るなって言われましたけど音声は聞こえてたかな。その上にね、あれバイアグラが乗ってまして、30粒入りで1000バーツかで、マグラさっきの、最初に聞いた店でね、1箱1000バーツって言ったのが1500って言ってましたね。7交差点、なんかこの辺も全然変わったな。7交差点ですね、ここは。
寺がソイスクンビツさん、ソイ7体です。このねソイの入り口を見るからにね、もう全然暗いですね。以前とは明るさが全く違います。道に面したところがバーで、この辺りはレストランだったんですけど、なんかフーターズに変わってますね。朝食このレストランだったと思うけど、あのホテルの宿泊者の朝食場所は変わったのかな。でフーターズ今ねお客さんがどうだろう、10人ぐらいいるのかな。正直あのタイのフーターズってどんなもんなのかと思うんですけど、あのフーターズってあれですよね、あのなんですか、ショートパンツみたいな何ものを履いた女性の人が店員さんということで、まあ多分それが売りなんだと思うんですけど、もうタイだったらねそんなショートパンツよりもねもっと過激な服装な、女の子が働いてるバーなんてねいくらでもあるんでね、特にもうここなんてね目の前がまさにそうじゃないですか。それであえてフーターズに行く人っていうのはね、どう何を目当てに行くのかよくわかんないですね。なんで私のタイで初めて目撃し、どこで目撃したのかな、プーケットだったかな、十数年前に、あのいや十数年も前じゃないか、10年前ぐらいかな、見たんですけど、まあこんなのすぐ潰れるだろうと思ってたら、まあ、バンコクにもできたりね。今この、7ホテル前にスタンディングワーカーの方が何人ぐらいだろう、全員そうではないかもしれないですけどね、それっぽい人がね6、7人ぐらいいますね。でこのフーターズの前にバイクがねたくさん露出したんですけど、このねこのバイクに座ってる人、女の子はどうだろう、10人ぐらい多分それ系の方だと思うんですけど、まあ10人ぐらいいます。まあこの辺まで移せばいいかな。この奥まで行ってもね、もうあとは下がっていく一方なんで、まあこの辺で、ああもう30分になってしまうので、
この辺でやめときたいと思います。ここはどこの前なのかわからないですけど、そこになんかバスストップとか前になんかステーキ食べたことあるみたいな。はい、ということでですね、現在、6月30日木曜日、現地時間午後9時前後の、スクーンビットのどこから撮ったかな、ソイ19ぐらいでしたかね、から、まあ、7プラザを少し過ぎたあたりまでの、ただいまの様子でした。まあちょっとね、撮影対象の人たちの性質上しっかりとは映せないので申し訳ありませんけども、様子でも察していただければと思います。では、ご視聴いただきましてありがとうございました。